アームストロングホイットアースアポロファーンボロの e t p s で使用されていたアームストロングホイットアースアポロの試作に号機。1954年9月、アームストロングホイットアースアポロは1940年代に英国のバギントンに所在するアームストロングホイットアース社が製造した旅客機である。この機体はビッカースバイカウントの競合機であったが、 エンジンの不具合が解消せずわずか2機しか製造されなかった。ブラバゾン委員会の設計案2型と呼ばれる24から30名の乗客を乗せて 1610km 以上の距離を巡航速度時速 480km で飛行できる利用客の少ない航空路に就航する小型、中距離、弱圧キャビン付けの機体を要求した航空省要求使用 C16、46となった。 お55アポロとなった、この機体は、首車輪式の降着装置、通常の型持ち式の水平尾翼と26から31人乗りの、余圧式の客室を持つ、型持ち式の低翼端容器であった。量産機型では 1270SHP を発生すること期待された、アームストロングシドレーマンバを使用するように、設計されたが、 アポロの試作機の準備が整った時にはこのエンジンはわずか 800SHP の出力しか出せなかった。2機の試作機と静止テスト用の機体が軍需省から発注され、1948年に製造が開始された。試作機は1949年4月10日にバギントンで初飛行を行った。機体は不安定、出力不足であり、わずか9時間の飛行をした後で、 飛行停止となり、各種問題の解決が図られた。テスト飛行が1949年8月に再開されたが、さらなるエンジンの問題が発生した。設計変更には、飛行特性改善のための胴体背面へのフィンの取り付けとフィン面積の拡大が含まれていた。1950年10月に、無償での乗客輸送を認める限定的な対空証明が発行され、 1951年3月12日にバギントンパリ間で1回の試験飛行が行われた。さらなるエンジン関連の問題により試験飛行とテストが中断された。アームストロングホイットワース社はヨーロッパの航空会社にアポロの売り込みを開始したが、性能上とエンジンの問題が解決できず1952年6月に開発計画の放棄が決定された。 ブラバゾン計画の設計案2型で、強豪機であったロールス・ロイス・ダートを装備した、ビッカース・バイ・カウントが1950年代と1960年代のターボプロップ機のベストセラーとなった。開発計画は、キャンセルされたが2機の試作機は、軍事賞に買い上げられ、1機が1952年9月に、ボスコムダウンの航空機、並走実験機関で運用に入った。 1953年9月に2期目が続き、後に帝国テストパイロット学校で使用された。1期目は1955年に解体され、2番目の機体は王立航空研究所の構造部門に引き渡された。この機の胴体はファーンボロで1970年代にスクラップになるまで水槽を使用した耐圧試験に使用された。 イギリス・ブリティッシュ・シビル・エアクラフト・シンス1919 19アームストロング・ウィットワース・エアクラフト・シンス1913ありがとうございます。